リゴジンはプーチン史上最大の裏切り者、ウクライナにバフムトを売ろうとしたと米紙が暴露。ワシントンポスト紙がワグネル創設者プリゴジンの裏切りを暴露。これが本当ならプリゴジンは国家反逆罪に問われて命はないとロシア専門家は大騒ぎになっている。ロシア大統領府はロシア大統領府が民間軍事会社ワグネルの創設者エフゲニー・プリゴジンを国家反逆罪に問う可能性があるとする報道を否定した。ワグネルの傭兵部隊はウクライナ東部の激戦地バフムトで戦闘を続けており、プリゴジンはこれまでロシア軍の上層部に弾薬の提供を訴えてきたが無視されたとしてロシア国防省を繰り返し非難してきた。こうした中、米ワシントンポスト紙の報道によれば、プリゴジンが1月にウクライナ国防省情報総局 GUR に対して、ウクライナがバフムトから部隊を撤退させればロシア軍部隊の位置情報を提供すると打診していたことが分かった。流出した米国防総省の文書から判明したという。ロシア大統領府のドミトリー・ペスコフはこの報道について、評価の高い新聞サイが報道してしまった馬鹿げたデマと一蹴したと、ロシア国営通信社の RIA ノーボスチは伝えた。本紙はこの件についてロシア国防省にコメントを求めたが返答はなかった。ワシントンポストはまた、プリゴジンがアフリカで電話および対面でウクライナの情報当局とやり取りを行ったと報道。ロシア側には弾薬が不足しているとしてウクライナ軍にもっと攻撃を強めるよう促したとも報じた。ウクライナは信用せず、プリゴジンはまたウクライナ政府にクリミアを攻撃するよう促したほか、バフムトにいるロシア軍部隊の詳細な位置情報を提供すると申し出たという。ウクライナ政府はプリゴジンを信用せず彼の申し出を断ったということだ。ワシントンポストの報道を受けて、プリゴジンはメッセージアプリテレグラムに、 GUR トップのキーロ・ブダノフと私はまだアフリカにいると投稿して同志を揶揄。我々には何も隠すことはないと付け加えた。プリゴジンを繰り返し非難してきたロシアの軍事ブロガーで、ウクライナ東部の親ロシア派武装勢力の司令官を務めたこともあるイーゴリ・ギルキンも珍しくプリゴジンを擁護した。個人的にはどんなにプリゴジンが嫌いでも、彼がロシア軍の機密情報を渡してバフムトを売るとは思わないとギルキンはテレグラムに書いた。プリゴジンは明らかに精神病質者だが、敵と直接接触するほど愚かではない。そんなことをすれば国家反逆罪に問われる危険があることは分かっているはずだと述べた。それでもソーシャルメディアユーザーの間では、プリゴジンがウラジーミル・プーチン大統領を裏切ったという報道が持つ重大な意味について、さまざまな憶測が飛び交った。ますます危険なプリゴジンの立場。非政府組織インスティテュート・フォー・ヨーロピアン・インテグリティの上級調査研究員オルガ・ロートマンは、これが事実かどうかに関係なく、プリゴジンに残された日々がこれまでよりもずっと短くなったのは確かだと述べた。彼は戦闘で負け続けた昨週からすでに死んだも同然だった。今後彼が亡命するかどうかが興味深いところだ。ウクライナメディアニューボイスオブウクライナに寄稿しているジャーナリストのユアン・マクドナルドは次のようにツイートした。プリゴジンに関するこの情報リークの最も重要なところは、今や彼が反逆者のように見えることだ。国家に対する反逆行為はプーチンが何より嫌うところだ。米シンクタンク外交政策研究所で政治リスクの分析を行っているアンドラス・トラジフラはツイッターにこう投稿した。かなり割り引いて聞いたとしても全くのデタラメには聞こえない。プリゴジンはよほど自らの有用性をアピールし続ける必要があるだろう。プーチンは知っていた？ A シンクタンク王立統合軍事研究所のアソシエートフェローであるサムエル・ラマには、プリゴジン
反逆の情報をめぐって関係者は興奮状態だが額面通りに受け取ってはいけないとツイートした。戦時において交戦中の当事者同士が連絡を取り合うことについては前例がないわけではないと書き込み、さらにこう続けた。それにプリゴジンの脱線にはいつも皮肉が込められている。さらに彼はウクライナと西側の情報当局はプリゴジンの申し出が誠実なものではなかった可能性があると考えており、ウクライナの情報当局はプリゴジンがバフムトを売ろうと持ちかけたことはロシア大統領府も知っていることに気づいていたとも付け加えた。プーチン大統領に反逆？ワグネル創設者、ウクライナにロシア軍の位置情報を与える提案。ロシア民間傭兵会社ワグネルグループのトップ、エフゲニー・プリゴジン氏がウクライナ軍にロシア軍の位置情報を知らせると提案したことが流出した米国機密文書で明らかになった。ワシントン・ポスト WP は14日現地時間、流出した米国政府の機密文書からこうした内容を扱った文書を入手したと報道した。この文書によると、プリゴジン氏は1月、ウクライナ国防省軍事情報局、HUR 関係者と司令官に接触した。プリゴジン氏は戦略的要衝地のバフムトから撤収する条件で、ロシア軍の位置情報共有を提案した。ただ、どのロシア軍の位置かは明確でなかった。二人のウクライナ関係者は、プリゴジン氏が HUR にバフムトをめぐる提案をしたのは事実であり、一回以上接触したと伝えた。しかし、ウクライナ側はプリゴジン氏に対する低い信頼度と提案に偽りの可能性があるため拒否した。米国政府もプリゴジン氏の意図に疑いを抱いて警告したという。文書には、プリゴジン氏がウクライナ情報将校に対し、ロシア軍隊が弾薬確保に困難があり、士気が低下した状態の時にクリミア半島を攻撃するよう進める内容もあった。現在、ワグネルグループはウクライナ東部の最大激戦地バフムトでウクライナ軍と激しく戦闘をしているが、苦戦が続いている。文書によると、プリゴジン氏はロシア軍が自分たちに十分な弾薬を供給せず、バフムト戦闘で軍事組織の被害が膨らむことを懸念し、戦闘地域への追加配備命令を拒否した。